くれようか、最近乗ってないんか潮大きい時の方がおもろいって数が来るからポツリは釣ってますけど、うん、片手超えるのがしんどい。いちかばちか大サビキに来たんだ。こっちでも来るやろ。浮いとる。うわ。ほらめっちゃ浮いてるじゃん。じゃんじゃん。何メーターぐらい上げとったらいいの。あらサビキでボーンって呼んだ。何メーターぐらい上げとったらいいの。5メーターやろ。5メーター。じゃあ4メーターやろ。うん。それが上6メーター29メーターぐらいからやってます。ここがね、ちょっとこの赤い下の一番高めなんでね、3、4メーター出てくるんですけど、25から20ぐらいのことを見てください。吹いた音になってますみたいですけどね、一回してみてください。当たりもあったみたいですけどね。そこもここから浅くなっていくんでね、ちょっとってください。すいません、ちょっと待ってください。ごめんなさい、ちょっと上げとってください。でかいのずれたんかな。クーダン誰壊したん。ブラちゃんが来るとトイ持ったトイ。ブラちゃんトイ。ひだは26から19の間からね。うまかいな、こっち全然やな。やっぱね、これまで前に当たった方はね、まあ、そんなことはないと思うので、ゆっくりね、前に来ないといいと思う。要するにしますよね、これね。全員編んだらしいね。やっぱり先あたり有利やな、向こうな。え？ああ。全くこっち反応ないもんな。そう、反応ない。あ、そう。変わったっしょ。怖いの。ええ、メバルやろ。でかいメバルやん。これ。あ、それでかい。ええ。ハハ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 ハ。マシねやな。え、いきなり？おかしいかいな。粘る？ちゃうわ。ベーラや。やってもうた？いやいやいや。メバルやった？アメバルや。アメバルや。なんか飛んでとる。な。ありがた。メバルやん。このね、朝なる途中のこのね、朝なり切るところまでの間で当たると思うんですけどね、ないだやと思います。お、北川君は当たっとるやんけ。途中でも当たりはあったみたいやし、この朝なり切るところでもちょっとポツポツっとありましたかね。
な。はい、もしもし。あかんな。ガシラかな。いやー最初に、いや最初にガシラかかっとんで、多分一匹欲しいな。あーもう暴れんといてスッと上がってきて。もう分からんようになってきた。ほんま分からへん。ほんま。あ、メバルでよかった。ダブルや。え？これはダブルや。あ、下着とったか、やっぱ。最初にプライスとった。うん。そうそう。あ、ちょっと落ち着いたわ。いや、分かりますよ。うん、もう勘弁してや、思った。でもしてたわ、ほんま、うん、もうこのまま当たりなしで行くんか思ったもん。これメバルちゃうの？なあ、なあどない見分けんねん。どない見分けんの？これメバルやろやん。多分ヒレとか違う。どこが違う？どっか模様が入ってる。あ、ほんまや。顔に模様が入ってる。あ、ほんまや。ガシラとメバルの間の子みたいな。あ、ほんまや。なあ、アイナメにも言ってるな。もうほんまでも売り二つやで。まあ売り二つやな。言ってるよ、これメバル。顔がちゃうわ。やっぱり違う。うん。肩しとんのにな。後ろはないもんね。なあ、太鼓はあってちょっと長さが足らん。長ないもんね。サビキ？サビ、はい、もう全部サビキ。まさ一番からゴーン来たらびっくりしたよ。ねえ、そこから来れたんですよ。ちょっと大きいですじゃん。あ、ここのこれ、ヒレ見て。メバルにしとったってくれる？メバルにしっかり。気持ち、そうやもんな。せっかく大きいのつったら。ねえ、ほんま。え、ずっとされぎ。はい。何、松浦とか？松浦赤い。あ、ありがとう。06、8。いや、タイプ06、そうです。深場で出会いかれたんです。うん。全然変わりなかった。はい、でも。はからあかいな。はからいいの。長いこと測ってないじゃんの。いいじゃん。何しや。もう3回、4回ぐらい測ってない。ゴーちゃんも全然アップしてる。今日は静かに静かできた。いや。長官の方も静かちゃうのか。ちょっと言い合いしとう。長官の方も寂しいじゃんの。入ってな、いきなりダブル。その次シングル。なんぼほど行くんかも、取れてからビッチャー。もしよ、逆になって全然あるもんね。そっち側な。で、一発目も当たっとる。表面の人はそうじゃなくて、裏面の人がもう元気中。なんで、それで反対側100回してたら。じゃあ、一回目ぐらい。まだそんななんか、活性が高い。そうそう、一発目。3回目にまた、裏返しまた当たった。ああそう。ちょうどいいね。ちょうどいい頃やった。二回目の。美味しい塩の時はもう俺ら外したんだ。戦略を崩壊すると1回目の一発目は大事やで。この人誰や。うるさい。僕はもう完全に同意ですよ。まあまあそれとおり。いやさ、ずっと稼がったらな、ミラム。反対目もな、グラグラーとな、くんねえんだ、絶対。いや、多分あれだけ浮いとったらおこぼれもあるでな。いや、そう。ほらでも。全般的はもそうやんか。1回目だけやん、この。あんた向けても食えへん。うん、いや、食えや。いや、食えや。あれ、流しとってもずっと映りは、ゴーダ、上あったんやろ？なあ。なあ。食わんなおかしい。水中カメラええでな。いや、ほんま。一回な。水中カメラええでよ。でも、タイやったら絶対な、餌食ってるやん。いや、食うよ、タイヤと絶対知らない。だけど、浮いてないから。浮いてるのは浮いてるよ、これ。
今度な、今度置いてきた椅子の椅子を見る。これは今日やってないねんけど。置いてきた。18日のために。ええやん。これが何アングルやな。その上やな。初めだから切っとったらもう入れ食いやん。ここはやってないから。どう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 。初めだぐらいの椅子のやつ、初めだぐらい切って28日。それも塩止まったんだからやらんかった。すごいめちゃくちゃ薄くて20これそれがメバルやったらのでも派手なお釣りでもないし10メーターぐらい浮いてるメバルじゃなかったとしても何も釣れへんのは難しい。ハゲやったらそれは絶対ベイトじゃないし。